どうも、ガスパです。よろしくお願いします。分かったわ、他の違い。あのね、顔の形。カップヘッドの方が横に長くて、マグマンの方が重長なんだよね。あと、この画面の時と、マップ歩いてる時と、戦ってる時、あの服装の色が違うんだよね。ちょっとそこ注目して見てみてください。じゃあ行きましょう。80% もうクリアでいいじゃん、死者誤入して。あと3体ボスがいるんだよ。カール博士のロボットはね、前回ちょっと戦って、あ、勝てねえなと思ったからもうすぐやめたんだけど。じゃあまずこのカール博士のロボット行きましょうか。今日はね、ボス3体倒して次のワールド行って終わりにしたいな。確かこっちから行けなかったか。あ、ほら、ここショートカット見つけたんだよ俺。こう行って、こうです。ここですね。はい、博士のロボットと踊る廃品工場行きましょう。さあ行きましょうか。できついのがね、ここ飛行機なんだよ俺の嫌いな。で、分かったのが上行って、これだ。はい、でこの間上頭攻撃する。はい、これが来たら下お腹。はい、でこれはパリしとくね。で、真ん中はこのパリしてくるやつが出てくるんで、なるべく取っておく。 OK、 そう、はい、そう。そしてここです。お腹ぶっ壊してパリしたい、パリしたい。よし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 、 OK。 ハートが出てきたらもうぶっ込む、そういうこと。よーし、いいよ。で、ここ頭分裂してくん早いな、動きが微妙に早いんだよ。よっしゃー、行こう。俺この爆弾もそんな使わないんだよな。オッケーオッケー、行っとけ行っとけ行っとけ。ちょ、オッケー、はい。よしよし、あ、ちょっと待って、これ、あ、ものすごいいい気がする。あの爆風で胸と、あ、ほら、胸とお腹両方攻撃できるわ。あ、いいね、これ。あ、やばいな。ちょ、どいて。オッケー、はい、もうここは離れとこう。磁石知らん。いいよ、いいよ、いいよ、すごい。よくない。うわ、きついな。うわー、全然できねえ。この飛行機本当苦手だな。おい、3体倒したいんだよ今日ボスを。はい、これです。お、なんとか避けて行こう。 GO。 よーし、いいぞ。早っ。いや、きついな。やべえ、難しいぞこれ。第一形態を超えられないって、今までの飛行機戦の中で一番むずいかもしれない。ただでさえ飛行機あんま好きじゃねえのに、まさかこれが来るか。はい、これで、これでもう両方胸とお腹両方攻撃できるか。 OKOKOK。 で、ここは確実に避ける。このミサイルが邪魔なんで。おー、危ない。 OKOKOK。 難しくない、難しくない。よっ、来た来た、第3形態来たよ、第3形態。どうすんの。うわー、うわ、むず。いやー、これはやばいな。いや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 、離れた方がいいな、離れていった方がいいな。うわー、むずいな。これが全部か。わしにはお前たちの逃げ道を予測する完璧な方程式があるのだ。かもしれねえな。あの形態が長えぞ。やべえ、あれは、あれはえぐいな、ほんとに。よっしゃ、ここはもう集中。あのミサイルの動きがね、微妙に遅えんだよ。来たよ、来たよ、ここだ。2回ある。青い。え、なんか違うの。あー、ちょくちょくパリできんのか。え、あれが長いもんな。あれはマジで集中力で見せどころだ。さあ、俺倒せるのかこれ。
限られた時間で俺は倒せるのか、マジで。今日その時間ないからね、どんどん行きたいんだけど。すごい、もう分かりにくいわ。でもこれで速攻終わらせよ。そう、この携帯が一番むずいから。ちょ、お前邪魔。よし、うわ、むずいな。もう使っちゃおう、使えるときに使っちゃおう。で、これは上だな。あの障害物が、はぁ、あぁ、オッケー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 。もう忙しい、いろいろ忙しい。もうどこ見りゃいい。全部ダメや。俺のボンミス。おい、下行かせろ。うわー、また気づかなかった、それ。全然見えねえ。あ、でも割といいとこまで行ったんじゃない。慣れてきたよ、慣れてきたよ。次勝つ。赤と青で変わるんか、それお前は。てか頭だけ回転してるときはお前どうしてんの。オッケーオッケーオッケー、いい感じいい感じ。はい、ここは回避回避回避に専念。よーし、当てるとき当てて、でこの壁が来るときはこの回避に専念しましょう。それでいけると思う。あ、でも結構いいとこまで行ったんじゃない。そうでもねえな。いろんなとこが爆発してるね。回避。なぜ。ちょっと一ついい案がある。俺のこの目の前の画面をちょっと小さくしてみよう。これでいけるべ、多分。よっしゃ、行こう。俺のこのやってる目の前の画面をちょっと小さくしてやった。これで俺が見極める部分は少なくなると思う。あのさ、苦しませるね、さすが。あのミサイル結構タフっていうね、何回か当てないと死なないもんな。ほらほらほら、そこそこタフなんだよ。一発当たって死ぬんだったらまだいいんだけど、この磁石はまだどうでもいいんだ。よしよしよし、早く行って。よし、あー、いいよ。わー、怖い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 。一つまたね。よーし、ここまで来た。一発も当たりたくねー、これは。一発当たったら死ぬもんな、俺。あ、ちょっと回避に専念します。どうだ、画面を小さくしたお前の力見せてくれ。だいぶいいぞ、本当に。俺が気をつけて見なきゃいけないところがだいぶ狭まるから。あかん、あそこまで無傷でいけばね、いけると思うんだよ、本当に。わあ、いけるかな。オッケーオッケー、あの爆風でいけたな、でかい。よし、ここは一発向けたくない。集中集中、いい。はい、ここまで無傷よ。勝てるぞ勝てるぞ、今回で勝つ。集中しよう。はい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 、はい、避ける。これはわ、もう最悪。あの壁に当たるとか一番最悪。壁に当たるとかないわ。ほいほいほい、ここ当てよ当てよ当てよ。オッケー、隙あらば爆弾ぶっ込む。だ、その隙っつったらね、もうあいつがあのダイヤ交換するときなんで。いける、当たったかどうかわかんねえ。よし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 、ふう、ほう、おー、やってくれるね。1980円だぜこのゲーム。めちゃくちゃもう苦しませてくれるじゃんか。よしよしよっしゃ、残ったわ。ざわ、倒したわ。裸だったんかよお前、そんで。いやー、苦労したね。49分かかりましたこいつ倒すのに。おい、いけるか今日。必殺技ゲージランクは A-。 どうでもええ。よっしゃ、お、ここ通れるようになったと。ガール博士のロボット手に入れましたね。はい、ここ行けるようになった。あ、なったね。じゃあ、はい、今度ここ行きましょうか。頼むぜ、おい。
お、飛行機じゃねえ。いけるぞ。さあ、なんだなんだ、どういう攻撃してくんだお前は。あ、やばいな、このメモ。あれ、パリできんね。あ、え、ちょ、あかんな。こいつは届く？届かないな、微妙に。あ、あー、はい、マップに戻ります。はい、じゃあ作戦会議しましょう。あそこ無敵はいらねえわ。もうこうジャイアントゴーストなんて持ってんのほか。とりあえずエナジービーム、エナジービームで、で結構パリーがあったんで、このピンクシュガーオートパリーでいきましょう。多分、あー違うな。はい、一応ね、このチャージですよ。もうボス戦では必須のチャージ。それとあいつ結構打ってきてたからな、ブーメランでいけんじゃないのマジで。これでいけると思うけどな。落とせ、ここで落とせ。よし、あ、すごい、あ、めちゃくちゃいいじゃん。作戦成功だねこれ。あと1時間半でお前ともう1体倒せるか俺。すごい完璧。さあ来い、次はなんだ。え、え、なん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 。これ、あ、これはこれでいければ。ほらほらほら、どうだ、どっちだ、あ、こっち、ほらほら、あ、楽じゃん。あ、こっち行っちゃった。落ちちゃった。オッケー、倒した。あ、いいね、めちゃくちゃ。さあ次どうすんだお前。なんだなんだなんだ、はぁ、いや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 、あ、こうやって避けると。あ、その間ちょ、使えるんじゃん、お前ら2体まとめて。ほら、どう今の、すごいいいんちゃう。お、1人倒した。いや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 、あ、きついな。あ、パリーで俺の悪いな。この列車は守備と専用なんだ。まあ乗りたいな、手伝ってやるよ。俺めちゃくちゃいいとこまで行ったんじゃん、こいつは。あ、もうこれはこれです、もうこれこれこれ。俺もランダムな、もう俺もどこ行くか分かんない、この動きで。お前も苦しめ、こっちです。はい、そういうこと、そういうこと、来い。あっちに行きたいんだよね。どっちだどっちだどっちだ。あ、オッケー、真ん中。よし、あと1回か。でこれはもうしばらくこうやって当てて、俺が食らいそうになったらこれで時間回避しつつ。お前はなんやねん。ちょっと一旦チャージ置いといて、チェイサーで、チェイサーとブーメランです。チェイサーとブーメランでいきます。え、え、発射します。次はお前の葬式、お前の葬式。おっしゃ、はい、初めて、初めてよ。お前、え、何何あれか、これパリだべ。恐怖をまき散らせるなんて最高の夜だな。オッケー、無傷、ここまで無傷はでかいよ、でかいんちゃう。で一応こっち いとこう。お前だな。そう、これ、これをパリすればあれが出てくるんだよ。あれに当てなきゃいけない、これに当てなきゃいけないの。めっちゃ火の粉吹いてくるよ。こう、こう、うわ難しいな。うわ俺が落ちた。どこまで行った。あ、めっちゃ惜しいやん。あ、次ガスは、ちょちょちょ、お前の顔だわ。だ、お前を速攻で倒す。危なくなったらもう台風使う。あ、使います、使います、台風使います。オッケー、はい、わわわわわわ、もうなんで当たんないな、なんで当たんないかね。でここ来たらもう真ん中いとこう。はいはいはい、来い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 。そう、ナイス。あ、いいね、俺気にしなくていいもん。
あ、めっちゃ楽。チェイサー最高。はい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 。これいつはここだね。ここからのスタートよ。で、あの尻尾をパリーさせて、ほらもう、オッケー、尻尾パリー、尻尾パリーさせて、でも避けることに専念、避けることに専念です。あ、閉まっちゃったな。で、また尻尾パリーね。いいよいいよいいよ、すごい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 。あ、勝ったなこれ。ここで使っちゃう？はい、ノックアウトだ。余裕。一発で勝った。チェイサーやったら一発で勝った。てか、お前なんやねん、四足歩行じゃんか、列車のくせに。はい、来ましたよ、リザルト。やっぱ敵がいっぱい動くからね。あのすげえ動く敵にはチェイサーいいと思う。イエーイ、パンパカパーン、来たよ、ドライ U 列車。はい、来ました、あと一人です。さあ、どこだ、あれか、あれだな、こっから行けるか、こっから行ける。さあ、果たしてどんな敵が待っているのか。ワールド3最後のボスですよ。行きましょう。カラマリアと潮騒ぎ、カラ騒ぎ。ああ、飛行機だけは勘弁してくれ、マジで。うわ、飛行機が最悪、2、3時間かかると思う。お前は何なんだ、そしてよ。なんだ、人魚か。うわ、強っ。おい。おい。おお、びっくりした。偶然避けたけど、何すんの、何すんの、何すんの。なんだ、それ。これ、パリできんべ。よし。微妙にピンク色だったから分かった。うわ、あ、微妙に追尾してくるし。なになになに、え、ずっと来てんじゃん。さあ、どうするどうする。カメ、カメ、わ、見えねえ見えねえ、全く見えなかった。よし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 、いい感じじゃん。何これつ、え、どうす、避けれないじゃん。あ、上に上げるだけか、お前は。おお、話すなよそいつをよ。来た、何これ、何これ。あ、電気ウナギで噛まれて、贅肉結構あるな、お前。あ、第二形態か。なんだ、それ、お前。は、ちょ、なんだ、メデューサか、おい。なんだ、このウナギ倒すわ、じゃあ、もう、まず、このウナギ倒して、ウナギ倒、うお、すごい。あ、俺もダメージ受けてたから。待って、このウナギ倒す、このウナギ倒す。ウナギを倒して、お前にぶっかますわ、この、その顔面に。なんすね。うわ、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 うわ。もうちょっと待って、俺スティックぐるんぐるんするんだけど、もう私を見つめてたいな。じゃあ、お魚とあげる、石のブーツ剥がしてあげる。あ、でも結構いいとこまで来たな。あ、いいとこまで来たぞ。勝てるぞ、これ、マジで。よし、行こう。勝つ勝つ、絶対勝つ、絶対勝つ、この野郎。あ、でも、見たら結構可愛い顔してんな。え、初めてな動きしないで、何それ。あ、おお、話すなっつうの。頭は効かないのな、お前。これ、あ、これパーリーが。パーリーできますね。あ、もうそれ。わからんな。いや、もう無理。いや、もう絶対無理。まあ、かわいい。これじゃキャッチ&リリースなんてできないわ。避けよう、避けよう。大変、大変。すごい忙しい。オッケー。はい、お前、話すべ。ダメだ。贅肉には効かねえ。でも、このシーホース。なんだ、ホースとホースをかけてんのか、お前。分かりにくい、分かりにくい。めっちゃ強いわ。めちゃ。おいしょ。おいしょ。よいしょ。OK。あ、もう分かったわ、それの避け方。OK、OK、OK。相変わらずの贅肉。そんで、お前、それ何色なんだ？あ、生きてるんだな、その頭の。おら、ちょっと待って、スティックぐるんぐるんさして。待って、これは、これはごめん、食らわして。うらら、オッケー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 。だからやめろって、お前それやってる時にダメージとか受けられたらもう無理だって、ほんとに。やれ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 、よっしゃ、でかい、やったわ。うおー、何それ。で、このドクロなんだお前それ。え、最終形態これ、めっちゃ楽だぞ。あ、でも周りの障害物とかが
いやないやんそれ。あ、怖えな。それ見越していかないとこの障害物当たるね。じゃあここでこう来ても大丈夫。ちょ、ドクロ来た来た来た。赤赤赤ぶつかる。うーわ最悪。よっしゃノックアウト、やったわ。わ早い。あ、でも悲しそうな顔してるな。やべえ、めちゃくちゃ早く終わった。3回ボス奇跡 B プラス、しかもプラスだったんだ、初めてだわ。おい来たー、カラマリア、カラマリアっていうんだ。泣いてる泣いてる、ほら。はい、ちょっと待って、見してください。なんとここでボス全員倒しましたね。やったわ。そしてフィナーレ、トライユアラック、カジノか、インクウェルヘル。おお、ここが最終ステージか。カジノ、ここはカジノ。え、これはこれ開いてないもんな。なんだなんだ、ここら辺なんかあるんじゃないの。は、おお、何これ、コイン1枚獲得した。何こういう隠れコインとかいっぱいあるけ。え、マジでコイン1枚獲得したぞ、やった。あ、そうか、こういう落ちてるコインとかあるよね。お店にまだツインハートとかあるし。で、俺なんか手に入れたよね。これか、貯金箱いっぱい。全ステージすべてのコインを獲得した。そう、これラン&ガンで手に入れたやつなんだけど。でもまだツインハートがお店に残ってるってことは、落ちてるコインがあるんだよね、どっかに。ちょっと探してこようかな。時間もあるし、予定より早く終わった。嬉しい。はい、もう一枚ゲットしました。ここにありましたね。ここ、ここに隠しコインがありましたよ。今で2枚だな。まだあるべ。この子だよね。俺確かこの子からもらったよね。ありがとう。絶対もっと早く島の向こうに行く道があると思っていた。そうそう、なんかショートカット、この裏を通ってぐるーっと行けば、そう、向こうになんかショートカットを見つけて、で、なんかお礼にもらったんですよ、この子から。この子？ねえ君、4回連続パーリーを成功させたんだってね。きっと君自身も誇らしいだろうな。君たちのガッツを叶えてこのコインも送るよ。お、無駄遣いしちゃダメだよ。あ、来ましたね。はいはい、こいつ確かなんか4連続パーリーどうのこうのとか言ってたのかね。4連続パーリークリアしてこいつに話しかけたらもらいました。あれ、これコインじゃないの、ほら光ってるし。やったー。お、コインこれで全部揃ったぞ。あ、でこれで買い物できるね。よし、買い物しようか。よーちゃん。そして最後のアイテムですね、ツインハート。これを買うとバター&エッグマン売り切れ、もう買えるものがない。ああ、これで終わりか。おー、めちゃくちゃいい客手に入れたなお前。はい、これで揃いましたね。ツインハート、ボーナス HP、 最大 HP が2つ増える代わりに攻撃力が下がると。絶対使わねえ。カジノはやばそうだな。もともとこのカジノでね、このゼニゲバだから、このカップヘッドが。それで今こんな旅してるわけだから。ここ入るとどうなるんだ。キングダイスと賭けの行方。あ、もうレギュラーは難易度しか選べねえ。キングダイスってあいつか、あいつがボスなんかな。おやおや、こいつはびっくりだ。本当に全員分をむしり取ってきたんだな。困ったな、君たちをボスに合わせる気が失せてしまったよ。まずはちょっとしたゲームで遊ぼうじゃないか。何これ。はい、サイコロパーリーだな。3。え、なんだなんだこいつ、ハマキじゃねえか。この動きは多分こうでしょ。え、無理やん、絶対無理やん。うわ、え、こっち来んの、こっち行けと。あ、もうこうだな、これしかねえな。いや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 、無理でしょ。うわ、むず、動きが。はい、いくか、当たるか。あ、当たるね。あ、俺が落ちた。君、少し新鮮な空気を吸ってきた方が良さそうだね。あ、一回マップに戻ろう。分かった、これボスラッシュだわ。あの目の数だけ進んで、でそこにいるボスと戦うんでしょ。うわべえ、きついや、ボスラッシュやん。で大丈夫、俺カップヘッド3とか出るんじゃないの、これでクリアする前に。大丈夫かな、俺は戦いたくて。でこいつクリアした後にこの右なんでしょ、多分あのボスデビル。わ、むずいな、すげえな、死にゲーだな。さすが、これで1980円だからものすごい楽しめるぜみんな。
次回ね、最終回多分無理だと思う。こいつ倒して終わりかな。でその次に最終回だと思う。こいつをデビルとね戦うっていうことで、よし、はい、じゃあ今回はこれで終わりにしますわ。いやボス3体きつかったぞ、特に飛行機。じゃあ次回ね、まずこのキングダイス倒してワンパートで、その次は最終回でデビル倒して終わりかなっていう感じにしていきますわ。はい、じゃあさよなら。